うわぁ、マジで嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。足でんうざっ、現代におけるカニバリズム7世。カニバリズムって何？人食うことです。そうすいません、ハンマーのチェーンソーハンマーのチェーンソー持ってるんですね。じゃあまず事例一つ目、息子の肉を親戚に食べさせた悪魔的ママ。あ、息子の、うわ、もういきなりすごい、息子の肉をでしょ。起きたのがですね、2008年、最近、最近じゃん。8歳の少年、これチェコで起きたんですけれども、8歳の少年が地下室に監禁され、母親に皮を削ぎ取られ、うわ、その肉を親戚に振る舞ったと。生きたまま、生きたままです。まあ、結局なんで判明したかというと、虐待を日常的に、日常的に虐待をしていて、警察に呼び出されて、まあ、発覚したんですけれども、法廷では泣きながらやったことを認めるっていう。泣きながら、こうなった理由としては、母親はカルト教団のメンバーだったらしい。あ、何が怖いってこれ、ないんだよ、もっと怖いからね。うわ、そっか、肉剥ぎ取られて、ような量を剥ぎ取られてないんです。あ、すごい。そういうことか。そう、生きてんの。普通に今も息子さんは生きてる。マジで。でも一応これ親戚もカルト教団のメンバー。そうだよね。もしかして、いや、わかんない、普通にそこはもう動向を得てるから罪悪感あったんだろうけど、一発目から重いやん、ゲージがドーンって上がったもん。そのカルト教団は昔から存在しており、宗教的儀式としてカニバリズムを行っていた。またそのカルト教団の本拠地の地域の民のほとんどがこのカルト教団に所属しており、この地域ではカニバリズムが近年に至るまで密かに行われていたという。二つ目の事件、妻をゆっくりと煮込んだ男。2009年、いや近いよ、さらに言うてよ。デイビッドっていう、まあ、男の方ですね、妻のドーンって方と激しく言い争いまして、うん、激怒したデイビッドは妻の口をテープで塞ぎ、足を縛って放置。その結果翌日呼吸とかできなくて、そのまま亡くなっていたと。デイビッドはパニックを通り越して頭おかしくなりまして、警察に通報して自首する代わりに、もう妻煮込んだろうと。相当言っちゃってるね。相当言っちゃってる、思考がある意味だね。一応デイビッドはあのカフェのねシェフもやってたので、警察の尋問に対してこう答えました。ゆっくりと4日間かけて妻を料理しました。妻の47キロの胴体に重しを乗せて、沸騰した湯の中に沈めて煮込みました。遺体とキッチンで出たゴミを一緒にしてカフェにある油専用の排気穴の中に投げ込みました。残ったドーンの頭は自分の母親の家の屋根裏に隠しましたと。食べてはないのかもね。食べてはない。でも料理をしたってことだね。いや料理するのが3つ目の事件ですね。自分たちの兄を食べた兄弟。最近のが多いんですよ、最近のが。カニバリズム調べると、これはいつだ、これも2009年。うわ、3兄弟いまして、一番上のお兄ちゃんがされたんですけど、次男の方がもう普通にヤバいやつで、人参をして10年間服役してるんですよ。やばいやつだ。また服役したくないという理由で、一番下の弟に言って、お前も食べろと。はぁ。しかも半年間貯めておいてっていうか、保存しておいて、半年後になんか晩酌として食べてたらしいです。忘れた頃にみたいな。もう腐るでしょ。食べれられない骨とかは庭に埋めておいたらしいです。警察に被害届が、しかもこいつら自分で出してるんですよ。自首したんだ。違う、被害届は失踪届みたいな。ああ、兄がいませんみたいな出して、すぐ警察はこいつら疑ったのよ。まあそりゃそうだ、歴があるから。そう、前歴もあるし、疑ったんですけど、詳細わからないまま時が過ぎて、そいつの家に突入ってなった時に、もうすぐ庭調べたら骨が出てきたっていう。うわ。4つ目の事件ですね。太平洋の島で食われてしまった旅行者。夫婦で旅行に来てまして、ガイドいますよね。ガイドが夫の方だけにヤギ狩りに行かないかと、
も誘われまして、妻はちょっと待ってまして、帰ってきた時にはなぜかガイドしかいなかったと。で、そのまま妻も木にくくりつけられて、何かやられるって時に妻はもう無理やり縄とかほどいて、ガンダで行って警察に出頭して、結果その近くで焚き火してあったんですけど、くくりつけられたところのね、その近くの焚き火の下に夫の骨が見つかるって。うわぁ、ガイドがやばかった。ガイドが多分食べてる。ガイドがやったん。いやだから、まあなんていうんですかね、そういう島なんじゃないですか、危ない。あ、そう、風習としてってこと。うわ、この一員でガイドに変装して連れてくるみたいな、ね、雇われてるかもね、ガイド。そうです。続いて5目、はい、本当にあったバイオハザードのような事件。高速道路の出口で1名裸の男が寝そべってます、うんうん、1人がその横で裸の男の2個食べてるんですもん。はぁ、寝そべりながら、こうやって寝そべりながらのんきに食べてまして、警察も来ます、うん、その場から離れなさい、離れないと発砲します、うん、はい、離れないです。ああ、そのまま発砲されます。はい、発砲されるじゃないですか。ああ、そのまま立ち上がったんですよ、ボーンって。そいつ、発砲されてから立ち上がって、うめき声上げて、うわーみたいな、口からもう人の肉ドロッドロ出てる。うわー、その状況で撃たれてから立ち上がって向かおうとしてきて、計6発撃ってやったっていう事件。ガチバイオハザードじゃん。人じゃないじゃん。これ一応薬が関係してたらしくて、海外って結構やばいドラッグが多いよ、なんかなんですか、流通してるとこあって、ゾンビみたいになるドラッグってあるらしい。まあ一緒にやってたんですかね、裸の隣の人。おかしいもん、裸の時点で。まあそれか、と捕まえて裸にされたのかわかんないけど。でも高速道路じゃん、ハイウェイだからね。6つ目、ネットで獲物を見つけた食人鬼。これも2000年入ってからの事件なんですけど、マイバイスさんっていう、カニバリズムをしたいなっていう妄想をすごいしてたんですよ。正真正銘なる。もう小学生から中学生の時にかけて、もうずっと生徒たちをケバブみたいに串刺しにして、あ、違う、焼いて食べたいなっていう妄想。いや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 、妄想でもやばいやばい。びっくりした。今まだまだ、それがなんか20年から30年かかってついに実現してしまったっていうのがこの事件なんですけど。わー、すげえな。これ本物サイコパスで、それまで普通に働いてるんですよ。へえ。もうだからこの時も50歳近いですから、 IT 系の会社でずっと働いてたんで、ネットに強くなっちゃって、うん、広告に流したんですよ、募集を。体格のいい18歳から30歳の男性を募集していますっていう。あ、そんだけはするんで、適当な文言で。そう、適当な文言でやって、で、集まった30代の男性が1人決定しまして、ちゃんと会いに行く前にもう車も売り払って、家も売り払って準備して、これできたらもうでいいと思うんですよ、もうサイコパス。そこまで覚悟を持ってたんだ。そんだけやりたくてしょうがなくて、で、そのままその男性、30歳のね、見つかった男性の家行きまして、男性の生殖器リンリン切断しまして、食べて、そのまま自首する。しかも食うのそうだ。結局そこだけ食う。食うのそこ。この人の人生の終点がそこなんだ。そう。なんか今かかったよ。なんか今まで理性崩壊みたいな感じだったけど、すごい計画に計画を練ってやってる感じが、なんか異質だよね。正真正銘のカニバリズムみたいな。事故で失った自分の指を食べたパンクロッカー。え、自分のパンクロッカー。デイビッドさんなんです。デイビッドさんは、ね、バイクの事故で大怪我しまして、指が一本壊死しまして、お医者さんにこれ持ち帰っていいですかって聞いたところ、まあもちろん自分の指なんで、うん、いいですよって言われまして、このデイビッドは昔からちょっとカニバリズムに興味がありまして、どうしても人の肉食べてみたいんだけど、でもそれは違法だと、うん、だからダメだって自分で思ってて、理性があったよね。ついにこの時が来たと。おー、もう自分の指だったらいいだろうみたいな。ちゃんと自分の指を料理して食べたんですよ。なんていうんですか、これ違法じゃないじゃないですか。自慢。逆にちょっとした伝説みたいになりました。ついに、まあ、インタビューされたところ、こう答えたと。人肉を食うのは違法だけど、自分の肉だったら問題ないんじゃないかと思いついた。だから自分の肉を料理して食ってやろうと決めたわけだ。満足したよ。と答えています。満足した。パンクロッカー。まあまあまあ。満足だね。はい。満足したら。まあまあ、よかったね。さらに面白いんですけど、後世のためっていうふうに思って、自分の食べた指の骨を Facebook にアップしてる。ああ、マジで。マジで。何やってんだ、マジで。その画像ありますのでね。あるんだ。あー、指で
なんだろうか。どこ？指で指の骨ってことか。第三関節。どの指でも第三関節あると。いやちょっとこれどういう気持ちで見ればいい。こちらデイビッドですね。やりそう。ハンサムじゃん。もうやりそうな見た目だもん。ちゃんとパンクな体。やりそうやりそう。最後ポップでしたけど、カニバリズムいかがだったでしょうか。いやちょっともういいです。ちょっときついきつすぎる。重すぎる。皆さんはもちろん真似しないように。絶対ダメだよ。現代に置けるやつを今回ピックアップしてるんで。昔のアンコはもっとグロいですから。いやもっとヤバいと思う。そうだよ。絶対。万が一この動画がね思った以上に好評でしたら、過去のねえげつないカニバリズムの話をしたいと思います。はい。少しでもゾッとした方、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。次の都市伝説でお会いしましょう。バイビー。バイビー。バイビー。